府中市議会は、東京都府中市の市議会である。決員42019年4月21日執行当日、有権者数208,863人、最終投票率46.64%、定数30人立候補者、数37人関係者の逮捕2020年6月2日、府中市発注の約1億円余りの工事2件で、 最低制限価格の情報を漏えいする、完成談合があったとして、警視庁は、市都市整備部参事で、元都部長の A を、完成談合防止法違反容疑で逮捕、市役所本庁舎と第二庁舎、市議会庁舎などに、家宅捜索が入った。府中市議会議員の村木茂と、薄井勝子と武器も、業者に情報を伝えたとする行。 契約関係協売入札妨害容疑で逮捕された。また逮捕された2名の市議は他の市幹部にも情報を必要に要求したが断られていたことが判明した。工事を落札した土木工事業 F 社及び I 社、市議からの情報漏洩を仲介した造園業 T 社の3社の社長も同容疑で逮捕された。高野律夫市長は記者会見において A が 市議や業者から金品を受け取った事実はないと聞いていると述べており、A の処分については捜査と起訴、裁判での判決などを踏まえて決定したいとしている。市長は非常に残念で遺憾に思う。これを機に姿勢を立て直さないといけない。責任は私にもあると話し、市長と副市長の給料減額を検討していると述べた。また、市議2名の逮捕については、 議員活動の中で強制を歪めることがあったのは極めて残念だと述べた。村木は2020年1月26日の市長選挙で高野市長の選挙対策本部長を務めていた。また薄水は市議会建設環境委員長を経て2019年度は自由民主党市政会会長であった。事件の経緯 A は都市整備部長だった2019年8月。 東京オリンピックのロードレース会場となる浅間町一丁目地内道路新設工事と玉川沿いの公園四谷桜公園拡張整備工事の指名競争入札にあたり最低制限価格は公園拡張工事が1億1220万471円道路新設工事が5454万8952円であるとの情報を村木と薄いに漏らし村木は F 社に、薄いは T 社を通じて I 社に価格の情報を伝えたとされる。2019年8月28日、公園整備工事の公募型指名競争入札が行われるが、落札価格と市の設けた最低制限価格の差が9円しかなかった。同年9月11日に行われた道路拡幅工事の入札では、 落札価格と最低制限価格が1円単位までぴったり一致した。このため不自然だとして市が内部調査を始めようとしたところ、同年9月20日に映画副市長に材料費の高騰などで入札が不調に終わることが多く、今回は順調に進めたかったと述べて不正行為を認めた。このため市は、市は同年10月に警視庁に相談した。 A は2020年3月末日付の退職願いを提出したが、市は警視庁に相談していたことから退職願いを保留し、翌2020年4月に A を都市整備部参事に移動させていた。市長は記者会見で A についておとなしい性格で部下にも信頼されていたと述べている。なお愛者は2018年11月に実施された、 同じ公園の整備工事の指名競争入札でも、最低制限価格を470円上回る8、599万8、800円で落札していた。当時 A は都市整備部次長兼土木課長であった。市議会議長の対応指導局が2019年10月に警察に相談しており、情報を漏えいしたのは自由民主党市政会の同僚2名だったにもかかわらず、 市議会議長の横田実は、逮捕の日まで、完成談合の事実を知らなかったと述べている。2020年6月3日、府中市議会公式サイトに議長である横田の名義で、行政が適正に姿勢を運営しているか監視すべき、議員がこのような不祥事を起こしたことは許されず、誠に、残念という謝罪文が掲載された。その後2020年8月5日、警視庁は、 入札に関する情報を漏らすよう、A らに働きかけた見返りに、落札した土木工事業 F 社から、現金およそ100万円を受け取ったとして、圧戦収賄の容疑で村木を逮捕。また現金を村木に渡した、贈賄の容疑で F 社社長を逮捕した。ありがとうございます。